面白きかな、すすはらすずむ。やはりお前は面白い。そしてむつの末裔、千年を超えて今頃何をしてみせるというのか。貴様の役目はただ一つ、すすをため込んだその生き肝を我に報じることよ。身軽だな。ただ逃げ場はないぞ。本物の美濃部先輩はどこに。この線ね、そのように問われて答えるアホに会った試しがないわ。だがメイドの土産に教えてやってもいいよ。月並みだけれど感謝するよ。あれの母の愚かなことと言ったら、器用に避ける。なぜ恐怖に身をすくめぬのか。やはりお前は特別な男よ。千年をかけるだけのことはある。お前が望むならば叶えと結ばせてやってもよい。生き肝を食われてどう結ばれるんだか。安心せよ、ここはおとぎの世界。肝を食われた程度では死にはせぬ。この世界にてあのカナエと二人して幸せに暮らせばよかろう。そういうわけにはいかないんだ。明日も学校があるからね。お腹が開いてたらみんな驚いちゃうな。無論肝を取り出した後は丁寧に縫い合わせてやろうぞ。無理だと思うな。なぜそう思う。だって君不器用そうだもんね。気に入ったぞ、陸奥の末裔鈴原すずめ。貴様のすす、一仕事すべてすすに尽かしてくれる。今日はめでたい日になるのでちゅ。エリス姫を僕ちんの家族にお迎えできるのでちゅからね。また駒が足りなくなってきたでちゅね。でももう
エリス姫の体でかけられる部分はないでちゅね。なら今度はエリス姫の心を担保にしてもらうでちゅよ。ほーら、今度はハートのピンクッションでちゅ。絶対に屈するもんか。もうこのお城は僕ちんのものでちゅ。エリス姫はすべて僕ちんに握られてしまったのでちゅよ。貯めたお金で漫画喫茶に寝泊まりでちゅか。そんな暮らしが本当にできると思ってるでちゅか。人間は家族で生きるのが幸せなのでちゅ。一人で生きるなんてできないのでちゅ。お前のクラスメートはみんな親の愛に包まれてぬくぬくと暮らしているのに、どうしてお前だけが一人ぼっちで寂しく貧乏に暮らさなければならないのでちゅか。大人でさえ一人で生きていくのはあまりに辛く悲しい。愛がない。そんな生活をまだ親に甘えたりないお前のような小娘がどうして耐えられるというのか。さあ、僕ちんの芋虫ランドの家族へ。赤の他人と家族になんてなりたくないという贅沢がどれほど罪深いものか、すぐに理解するでしょう。いいえ、寝とっこ、そして三度の食事。そんな当たり前の生活、それが当たり前でないと気づいた時の恐怖はどうでちゅうか。なっちゃったでちゅね。さあさあ、降参でちゅか。僕、負けるものか。
誰か助けてよ。エリス姫、よく考えるでちゅよ。僕ちんはエリス姫が憎くて言っているのではないでちゅよ。エリス姫のことが大好きだから、イモムシランドで幸せになってほしいんでちゅよ。もちろんエリス姫がどうしても嫌だというのなら断ってくれてもいいんでちゅ。ただしこれだけは忘れないでほしいでちゅ。僕ちんを断った後に路頭に迷い、髪の毛ボサボサのドブネズミみたいになった後に、やっぱり私が間違ってました、ごめんなさいとか言っても、その時はもう手遅れでちからね。イモムシの顔は一度までなのでちゅ。すすはらすずむは来ぬ。あれは死んだ、生きてはおらぬ。あれのすすをくらえば、我は兄上様たちのすべてをすすだけ。ならその前に貴様という殻を破らねばならない。その時にこそ我は生かし、三脈の翼を存分に伸ばして、この地に災いをもたらすのだ。醜き男よ、その娘という殻を砕け。心を砕き、すりつぶし、虫けらの身分にまで落としてやるがいい。それで今度、小賢しきすすだきの秘術の生贄の末裔にふさわしい末路よ。かしこまってでございまっちゅ。さあエリス姫、どんどん行くでちゅよ。嘘だ、娘が死んだなんて。どうしたムツの末裔、逃げ回るばかりで戦わぬのか。拍子抜けであるぞ。ムツは神前武術なるものを生み出し、五世に伝えたそうだな。その拳、神の呪いに通じるかどうか、なぜ試さぬ。
僕の拳はお前を撃つためのものじゃない。ならば何のためにあるというのか。アジャ剣士、邪悪を破り正しきを示す。撃たぬのか。ならばそろそろ地層になろうぞ。貴様の生き着物すす。哀れな姿よ、陸奥の松尾。家内と二人でこのおとぎの国でいつまでも楽しく暮らせばよかろう。それをなぜ拒む。彼女がそれを望むなら考えてもいい。だけどそれはお前の望みであって彼女の望みじゃない。だから考えるまでもない。ふん、勇ましきか、陸奥の末裔よ。ならば我の与えた最後の選択を捨て哀れな末路をたどるがいい。僕に選ぶ最高戦はもう一つだけある。この後に及んでどんな選択がある。何もない。貴様は今から我に囚われ生き肝を引きずり出されるのよ。それを拒否すること。何？この高さから落ちれば母体はバラバラに砕け散るぞ。じゃあ僕の肝もバラバラだ。それを一切れ一切れ探し回ったらいい。貴様、僕はお前にみすみすと食われるくらいならわずかでもこうすることを選ぶ。ならスズメ。バカな男だ。この高さを多少茂った枝葉が救えると思うか。愚か者め。お前の王子は来ぬ。ゆえにお前に選べる選択肢はない。その男の醜き芋虫たちの家族に加わることのみ。それを認めるまでにどの程度の時間がかかるかだけの違いしかない。さあさあ、また駒がなくなっちゃったでちゅよ。そんなにちょっとずつ駒を増やしても焼け石に水でちゅ。
もっとハートをドーンと明け渡さないと逆転は望めないでちゅよ。しない、お前なんかに絶対。平凡な毎日でいいんだ。オイラは幸せになりたいんだ。お前なんかに、お前なんかに、オイラの幸せを明け渡してたまるか。人を二度もなど脆い、できることなど終末に目を背け、ただただその恐怖を先送りにすることのみ。陸奥の末裔も鈴の目の末裔も共に脆い。これでまたエリス姫の駒がなくなってしまったでちゅね。もう駒は出てこないでちゅか。ないなら僕ちんの勝ちということになるでちゅよ。駒がもう出せないなら、僕ちんの勝ちでちゅね。もうかけられる体はないでちゅ。身も心も毒毒芋虫なのでちゅ。かけられる体はここにある。彼女のためにこの右腕をかけるよ。誰？貴様、あの高さからどうして。ここはおとぎの国だと君が言ったよ。どこまで手こずらせるのか。スズマ、どうしてここに。神の呪い、ようやく君に感謝できる理由ができた。